秋が来ました。小川未明。庭のコスモスがきれいに咲きました。静かな秋のいい日和です。ピーピーという細い笛の音がしました。ラオのすげかえやが来たから、このキセルを頼んでおくれ。とおばあさんがおっしゃいました。はい。と言って、清は受け取って外へ出ました。 しばらくしてキヨは帰ってきました。いくら探しましてもラオヤさんが見つかりません。と言いました。この時またピーピーという音がしました。あんなに聞こえているでしょう。とおばあさんはおっしゃいました。僕が探してあげるよ。とタケちゃんは駆け出しました。タケちゃんは往来をあちらこちらと見回しました。 けれど、やはりわかりません。ラオヤさんはどこにいるのだろう本当におかしいな。と、タケちゃんはぼんやり立っていました。空は青く晴れていました。あの箱のついた車を引いて、おじいさんはどこを歩いているのかと思いました。タケちゃん、野球をしないと、不意に、トシちゃんが肩を叩きました。今これを、 家へ置いてくるからね」とタケちゃんは答えました「おばあさんやはりいませんよ」と言うとおばあさんは「ああそうかい」「秋だから遠方の音が近く聞こえるのかもしれないね」とおっしゃいましたタケちゃんは急いで原っぱへ行くともうみんなが集まっていました翔ちゃんとりょうちゃんは新しいユニフォームを着ていましたさあ始めようか とピッチャーのしょうちゃんがプレートに立ちました。そうして、玉を握った手を高く上げると、みんなが一緒にブーとサイレンの真似をしました。その声は本当のサイレンのように遠くまで響きました。これを聞きつけて、あちらから貴美子さんと金子さんが飛んできました。